あそこですね。ああ、飛び回ってます。飛び回ってますね。すごいですよね。全然ミツバチがだって来そうな感じがないとこですよね。びっくりしました。はい、とりあえず怖いなって、この都会にいるとは思います。現場に到着して3時間が過ぎましたが、蜂の数はあまり変わっていません。あれは分蜂群と呼ばれるもので、春になると新しい巣を探しにですね、巣を作る場所を探しに引っ越しをするんですけれども、日本でもだいたいゴールデンウィークの前後に西洋ミツバチは分蜂しますので、刺しに来ることはないんですけど、慌てず騒がず近づかないで、近くの、地元の自治体とかに連絡するか、数時間もすると新しい巣を見つけてみんな移動していなくなりますので。